ハルリンゲンは、オランダ北部のフリースラント州に属す都市、基礎自治体。ハルリンゲン、ミドルム、ウェイナルドゥムの3地区からなる。ハルリンゲンは、ワッデン海に面しており、漁業と海洋貿易で、長い歴史を有する。1234年に、都市圏を取得したが、その貿易の歴史と、州都令ワルデンからの圧政から、住民は、 フリージア文化に多かれ少なかれ抵抗感を覚え、フリージア人というより、ハルリンゲン人としての意識の方が根強い。ハルリンゲン出身の著名な作家、シモン・フェストデークは、ラーリンゲンという名でこの街を描写した。アメリカのテキサス州にある人口およそ6万人の街、ハーリンゲンは開拓者の多くが、当地出身だったことにちなんで名付けられた。フリースラント海軍はもともと、 1597年にドックムで組織されたが1645年にハルリンゲンに移った。アリーバによってレイワルデンから鉄道路線が伸びており、ハルリンゲンハーフェン駅とハルリンゲン駅の二駅が設けられている。北フリースラント鉄道も1904年から1935年まで旅客輸送を、1938年1月まで貨物輸送をそれぞれ行っていた。 フェリーにおいては、西フリジア諸島のフリーラントやテルスヘリングとの間に、定期便がある。ありがとうございます。